ガーディアンズ、タイガース、日本時間8日、クリーブランド。タイガースの前田健太投手が7日、日本時間8日、敵地でのガーディアンズ戦に先発。2回5安打3死球7失点で降板となった。移籍1年目のシーズンは苦しい投球が続いている。1点を取った後の初回、2死球でピンチを招くと、 西一二塁からブレナンに二点敵地打を浴びて逆転を許した。二回にはタイガースが四点奪って逆転も、その裏にフロリアルとラミレスに敵地打を浴びて追いつかれると、ジョシュネーラーにツーランを浴びた。その後、ベンチではタオルを頭からかぶって呆然。今季、これで五失点以上の当番は初戦となった3月30日、同31日、 のホワイトソックス戦4月18日、同19日のレンジャーズ戦に続いて3度目、2日、同3日のカージナルス戦では6回1失点で今季初勝利を挙げていたが、またも厳しいマウンドとなった。防御率は6.75となっている。チームは3回に2点を奪って同点に追いついたため、前田に黒星はつかなかった。